お子様、高齢者の介護、ペットの見守り、大事な交渉、防犯の監視、盗難、犯罪の証拠、こちらのカメラでしっかりと録画開始。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、パントクラブの監督です。こちらでございます。表、裏面、いざ開封。取説すべて日本語、写真付きで分かりやすいです。マイクロ USB、 USB カードリーダー、スタンド、スタンド、本体いきます。こちらが本体でございます。正面、裏、こちらカメラ、差し込み口、ボタン2つ、こちらにも 72g、 4cm、 出っ張りを入れると 5.3cm、 とても小さいです。使い方、見方としては、電源ボタンはこちらです。光ります。赤点滅は録画中です。写真ボタン、こちら Wi-Fi、 こちら電源オンオフ、録画リセットボタン。カメラ設置について、この隠しカメラ、カメラのレンズは前面に突き出た望遠タイプ、小型で軽量のため、箱の中やソファーの隙間、植木の茂みなどに隠しながら録画が可能です。本体、ケーブルなどの配線を考えることなく、そのまま使う以外にも、付属のスタンド、こちら強力な粘着テープを備えているため、テーブルや壁、様々なところに設置することができます。三脚スタンドにつけます。高画質 4K 映像での保存、この小さなカメラ、800万画素高精細レンズにより鮮明な 4K 画質で録画することができます。動画フォーマットは AVI、 撮影範囲は小型でありながら170度の超広角水平視野です。こちらマイクロ SD カード、もしこちら入れていない場合、動画を専用アプリに直接録画することができます。もちろんアプリから映像をリアルタイムで見ることもできます。大容量バッテリーで長時間録画、こちら 3500mAh の充電式バッテリーを搭載、低長期電力技術を搭載し、常時録画、約11時間録画を続けることができます。また家庭用コンセント、モバイルバッテリーに接続すると、半永久24時間連続録画をすることができます。ちなみにマイクロ SD カード、容量は 8GB から 256GB まで使うことができます。リアルタイム監視について、このカメラ Wi-Fi と接続できます。 Wi-Fi モードでスマホと連動し、いつでもどこでもリアルタイム監視することができます。なお Wi-Fi 環境がない場合、カメラ自身のホットスポットを利用し、スマホ連動も可能。使用アプリはこちら、煩わしいアカウント作成は不要で、すぐ使えます。アプリ入れていきたいと思います。検索に、はい、IWF カムというわけで、こちら入りましたので押していきます。はい、画面が出ました。はい、今セットアップ中です。では今 100% になりましたので、接続 SD カードを入れていきたいと、ここですね。 OK、解像度はですね、もちろん最高画質 4K、どうでしょうか。おお、結構画質いいね。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、ちょっと隠しカメラ風タイムラグ確認します。グーパーグーパーグーパー、これくらいのタイムラグです。いかがでしょうか。ちょっと暗いところに行ってみたいと思います。はい、では、はい、どうでしょうか。今部屋がめちゃくちゃ暗いです。じゃあスマホのバッテリーでですね、明るさを出していくのですが、どうでしょうか。いや、暗い場所でも 4K だからやっぱり明るく見えますね。やはり170度というわけで、かなり広角に撮られております。はい、顔によっても
どうでしょうか。ちょっと走ります。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 お手。はい、おかわり。お手。おかわり。お手。いいね、いい。カメラ目線いいね。こういった形で監視する。おお、ナビ。警報設定。はい、アラーム時刻。あ、警報もですね、間隔をですね、設定することができます。動体検知使用不可。最高。高。敵対戦設定ですね。自動ですね。自動暗視モード搭載。6つの不可視赤外線カメラにより、暗闇でも鮮明な撮影ができます。周りが暗くなると自動で赤外線録画に切り替えて、 940m の不可視赤外線 LED カメラにより、真っ暗な環境でもモノクロ画面で撮影をそのまま続行ができます。PIR センサー、アラーム通知機能について。この小型カメラ PIR センサーを搭載。何かの動き、異常を検知した場合、自動的に動態検知録画が作動。設定をすることでカメラからスマホにアラート通知が送信されてきます。多人数での画面共有について、この1台のカメラ、カメラをたくさん用意することで、1つのスマホで複数台のカメラを同時に管理することもできます。また、リアルタイム映像を設定することで、自分以外に同時視聴、監視をすることができます。こちら、キューブ型隠しカメラ。ご自宅やオフィスの防犯対策に最適。また、お子様、高齢者、ペットの様子、稲盛りカメラとしても最適です。こちらの商品、興味が出てきましたら、詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。キューブ型、この出っ張りがポイントです。本体、ケーブルなどの粘着付大容量バッテリー長時間録画。低消費電力消費。超高額水性アラート装置、アラート、はい、これ言いますけど、先ほどですね、うわ、うわ。